ソフトバンクと西武、今年最初の対戦は、見応えがありすぎるほど、対決にワクワクしてしまった。試合は2対1でソフトバンクが勝利したが、勝敗を超えた選手のぶつかり合いに、心がたぎる思いがした。一覧、昨季ソフトバンクから移籍した選手、支配下のみ。8回のソフトバンクの攻撃、1対1とした直後の1 2類・2塁。 打席には FA で西武からソフトバンクに移籍した山川穂高内野手、中部省出身が入る。マウンドには、その山川の人的保障で西武に移籍した会の大投手、東洋大姫路出身が立っている。古巣西武ファンからは山川に対して、ブーイングにも似た声も上がるような雰囲気の中、2人が対峙した。山川が鬼の軽装でバットを構えれば、 カイノも鬼の形装で睨みつける。心の中でいろんなことが駆け巡ったであろう。そのことが容易に想像できた。結果は、フルカウントから155キロの直球で、カイノが見逃し三振を奪った。地鳴りのような歓声が球場に響き渡り、二人の初対決は終わった。4番打者と八回のセットアッパー。これからも二人の熱い対決は続いていくだろう。 次回の対戦が楽しみになった。もう一つ、高校野球ファンなら、たまらない、対決、があった。ソフトバンクが東浜直投手、沖縄尚学出身、西武が今井達也投手、作新学院出身、が先発した。この二人は、ご存知の通り、高校時代に甲子園で優勝投手に輝いている。東浜は2008年選抜で沖縄尚学、 沖縄、2度目の優勝に大きく貢献。今井は作新学院、栃木、のエースとして2016年夏甲子園の優勝投手。2人のプライドもまた、激しくぶつかり合った。東浜は6回までなんと無安打投球。自身2度目のノーヒットノーランかという高騰を続けたが、7回に初安打から敵地打を浴びて先制を許す。7回1失点でマウンドを降りた。 対する今井は7回まで再三ピンチを迎えるも、ホームを踏ませない粘りの投球を見せて、7回しアンダ10奪三振の結果で、東浜には投げ勝ったことになる。この2人の対決は2022年10月9日、クライマックスシリーズ CS ファーストステージ以来となった。この時はソフトバンクが8対2で西ブを破り、対戦成績を2勝0敗として、ファイナルステージ進出を決めている。 先発した今井が4回を投げ4安打5失点、東浜は5回を投げ4安打1失点で東浜に軍配が上がっている。あれから約1年半ぶりの V 右腕の投げ合い。結果的には今井がリベンジを果たした形となったが、この日も両投手の意地がぶつかり合う、見応え十分の対決となった。